皆さんこんこにちは本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょうスターバックスのドライブスルーアメリカの CDC 疾患予防センターが4月1日新型コロナは症状が出始める1から3日前に他人に移す。 可能性が高いと発以前から無症状の人が他人に感染させてしまうケースは広く確認されていたが、シンガポールや中国の事例を検証し日数を割り出した。また、ペンに触らなくていいように店員が代わりにサインしてくれるところも出てきた。スーパーでは表面を触ることで感染が拡大する可能性があるため持ち込みのエコバッグを禁止する州もある。サラダバーガー 消滅拡強を呈しているのはドライブスルーだ。スターバックスはドライブスルーだけのタイコーヒーのために車が列を作る。銀行の ATM やコロナウイルスの検査もドライブスルーで可能。オンラインで買ったものは店先でトランクに詰めてくれるので車から降りずに買い物ができる。外出禁止になる前までは想像しなかったようなものまでがオンラインに移行している。 無料で会話できるソフトが多数ある中で圧倒的な支持を得ているのが、ズームというオンライン会議システムだ。学校の授業や企業のカンファレンスに使われるほか、公演、宗教の礼拝サービス、スポーツジムやバレエのクラス、音楽指導、コンサート、友達同士の会話、時にはバースデーパーティーまでがオンラインで行われている。テレビ会議システムでは、一人、 数との動きが目障りになることがあるので、動きを最小限にし、ハンドサインはこう送ろうなどマナーの提言も見られるようになってきた。ちょうど E メールが普及し始めた当時、あちこちでマナーの議論が起きた頃のようだ。テレビキャスターの中に自宅からオンエアするメディアの活動は外出禁止の対象外で、そこまでする必要はないし、音質も落ちるのだが、このご時世に意義は大きい。 オンラインでは、個々の部屋やインテリアの趣味、ペットなどが買いまみられ、新たな楽しみとなっている。一方で、外出が減ったせいか、ビジネスパンツの売り上げは下がっている。全体の25%の人が無症状の可能性が高いと指摘し、今後の対策に役立ててほしいとしている。新型コロナが原因で、アメリカでは多くのことが劇的に変化し、さらにこの1ヶ月で、 アメリカが大きく変わったのはマスクに対する意識だろう。街中でマスク姿を見かけることはほぼなかったが、今では買い物客のマスク姿も頻繁に見かける。メディアでは少し前から効果があるのかが議論となっていて、すでにアジアが正しかった等の記事が見られる。ニューヨークタイムズは手作りマスクの作り方、ファイナンシャルタイムズは各国の罹患者数をグラフにしているが、 早い時期から感染者数の少ない日本に社会的節度とマスクをしているからだとのコメントを載せていた。CDC の公式見解はマスクは病気になった人と医療従事者がするものだが今後のこの方針は変わるかもしれない症状の出る前から他人に感染させてしまうと発表したのだから罹患者でなくても外出時にマスクをするのは意味があることになる。取材文 シラとキかつては、ウイルスは、ある日ミラクルで消えてなくなると楽観的だった。トランプ大統領も、今は、真顔で、この数週間は、とても過酷で、辛い時期になると。関連記事、シムラ県に、英国ジョンソン首相、新型コロナに感染した有名人たち、すでに出されている外出禁止令の期限は延期され、新たに加わる州が増え続けている。大統領からのガイドラインに従い、 国民はソーシャルディスタンス、社交的距離を6フィート1.8メートル取らなくてはならない。スーパーのレジの前には6フィートごとにテープが貼られ、客はその位置で待つようになっている。入店人数も制限され、外で待つ場合は6フィートずつ離れて列を作る。意外に長い6フィート多くの店が営業時間を短縮し、就業後に消毒をする。 翌日の開店直後は、免疫の弱いお年寄りが買い物する時間に、割り当てレジに透明なシールドの壁を取り付ける店も出てきた。ウーバーなどの運転席にもシールドを導入する例が見られる。日本のタクシーがつけているものと似ている。レストランはテイクアウトだけなので、お店の中には入れず、戸口で食べ物を受け取る。クレジットカードのやり取りも避けるようになり。